いらっしゃいませ。ああ。待ってましたよ、上流さん。私、グラビアアイドルになりたいと思ってて、そのために撮影会モデルをしてたりするんです。どんなことをするものなんだ？撮影スタジオでいろんな衣装を着て写真を撮ってもらうって感じです。いつか上流さんにもお写真撮ってもらいたいな。あ、次は何にされますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。私時々グルメ旅行に行ったりするんですよ。うどんを食べに香川まで行ったりとか。すごい行動力だな。普段はぼーっとしてるんですけど、やりたいって思ったらすぐに行動する性格なんです。私、男の人を好きになってもこっちからアクションを起こさずにどうしても様子見しちゃうんですよね。なら俺からアクションしよう。はい、そうしてくれると助かります。そっちの方が私に合ってると思うんです。この前したお話の続きなんですけど、私ってグラビアアイドルとしてやっていけますかね？このお仕事も楽しくなってきたから私不安で。
俺は応援するぜ。ありがとうございます。また不安になったらいっぱい励ましてくださいね。またすぐ会えるの待ってるね。いらっしゃいませ、ああ。いらっしゃいませ。すっごく会いたかった。上流さん、また来てくれてすっごく嬉しい。会えなくてとっても寂しかった。今回も楽しませてくれよ。もちろん、上流さんとお話しすると絶対盛り上がるから大丈夫。あ、次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。上流さん、乾杯。上流さん、私とデートするとしたらどこに連れてってくれますか？人気のない穴場スポットだな。ね、私人混み苦手なんで空いてる方が嬉しいです。異性にされたらキュンとくることですか？じゃあ上流さんは私に何してくれますか？サプライズプレゼントだな。それはちょっと嬉しいかも。いや、結構嬉しいです。かなりかなり。今度大きなオーディションがあるんです。それに受かれば少し夢に近づけるんですが、日にちが近づくとどうしてもやっぱり不安で。上流さん、私のこと励ましてくれませんか？いつも通りで行けば大丈夫だ。そうですよね。今までで得た経験をぶつけてみようと思います。ねえ上流さん、この後予定空いてますか？アフターどうですか？ご一緒しよう。やった、ありがとうございます。楽しみ。じゃあまた後でね。お待たせしました。それじゃあ行きましょう。私行きたい場所があるんですよ。行きたい場所？どこに行くんだ？秘密です。でも大丈夫、いいところですから。ついてきてください。ブティック、ここがいいところか？いえ、ここには準備しに来ただけですから違います。いいところはまだ秘密です。結局いいところってのはどこなんだ？それに何やら買ったようだが。じゃあヒントだけ教えてあげますね。
今買ったのは私と上流さんの分の三月ですよ。気持ちいいねプール。あら上流さんも早くこっちおいでよ。貸し切りだから誰もいないよ。ありがとう。もうそんなに興奮しないで、朝までずっと一緒なんですから。いらっしゃいませ、ああ上流さん、お待ちしておりました。いらっしゃい。待ってたよ、上流さん。今日も一日お疲れ様。ゆっくり楽しんでってね。
我が家に帰ってきたみたいだ。そう錯覚しちゃったのってなんでかな。聞かせてよ。何頼みます？こっちお願いします。今日は楽しもう。私ね、結構下着にはこだわりがあって、実は今日も勝負下着なんだ。なんでかな。毎日が勝負なんだな。正解。毎日が勝負って感じで、そういう覚悟で生きてるってこと。あ、でも毎晩そういうことがあるわけじゃないからね。上流さんってこういうお店よく来るの？毎晩豪遊してる。すごい。じゃあ今夜もたくさん飲んじゃって。私に？嬉しい。私、男の人の横顔フェチなの。顎のラインっていうか、ここ顎からここにかけてのライン、すっごい見ちゃうんだ。ここ綺麗だとキュンとしちゃうの。もうちょっと詳しく教えてくれ。ここがこうクイッとしっかり入ってるっていうか、ちょっと角張った感じっていうか。上流さん、また待ってるからね。いらっしゃいませ。ああ、指名してくれてありがとう。あ、上流さん。なんでだろう、私上流さんに会えたっていうだけでなんだか笑っちゃうの。俺もだ。すごい。私たち同じこと考えてたんだ。ってことは相性ぴったりじゃない？何頼みます？こっちお願いします。乾杯。上流さんは女の子追いかけるタイプ？それとも向こうから来るの待ってるタイプ？追いかけるタイプだな。男らしいんだね、上流さん。じゃあ私もちょっと逃げてみちゃったりして。って、そういうことじゃないか。私の結婚観？そうだな、週末婚とか。同じマンションに住んでるけど平日は別々の生活みたいなのがいいかな。適度な距離感だな。上流さんなら分かってくれるって思ってた。もちろん結婚生活は素敵だけど、やっぱりストレスはないに越したことないもんね。
上流さん、私ね、そろそろ上流さんから聞きたい言葉があるよ。お前は俺の心の支えだ。そう言ってくれて嬉しい。上流さんがどんな辛い立場にいても、私だけはずっと味方だよ。上流さん、この後空いてる？よかったらアフターどう？はあ、いいぜ。嬉しい。じゃあお店の前で待ち合わせね。じゃあまた後で会おうね。ごめんなさい、急いで切り上げてきたんだけど、待たせちゃった？いや、時間ぴったりだ。あ、そう。それじゃあ行きましょ。素敵なお店。いつもこういうお店で口説いてるの？いや、そんなことはしていない。本当かな？それなら嬉しいんだけど。あー、楽しかった。でもはしゃぎすぎてちょっと疲れちゃったかも。どっかで休んでいた？そうだな。だったらいいところ知ってるよ。ついてきて。ねえ、いつまでそこに立ってんの？お風呂気持ちいいよ。上流さん、一緒に温まってもいいんだよ。恥ずかしがらなくていいんだよ。ねえ、もっとこっちおいでよ。楽しいよ。ほら、えい。ねえ、ずっとどこ見てるの？上流さんのしたいことを全部していいんだよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。次どうします？お願いします。ほな、楽しみましょ。上流さんってめっちゃいい体してますよね。なんかやってはるんですか？圧巻と喧嘩をしてる。実戦で鍛えてるってことですか？見せ金じゃないんや。すごっ。私、酔っ払うとすぐ顔赤くなるんですよね。しかも、めっちゃ喋るようになるんです。酔った顔の方がセクシーだ。
ちょっと急にそんなこと言わんといてくださいよ。余計乾かなる。上流さんって人生経験豊富そうですよね。今までやったことで一番大きいことって何ですか？これからやるつもりだ。それは失礼しました。今も向上心の塊とは。上流さんのその姿勢見習わせていただきます。また来てくださいね。いらっしゃいませ、うん、ああ、上流さん、今日も楽しもな。私、歌とかダンスとか麻雀とかいろんなものに興味があるんです。まあ本業はお芝居なんですけどね。時間が足りなそうだな。ほんまそうなんですよ。1日48時間くらいあったら何でも好きなことできんのにな。次、どうします？お願いします。ほな、楽しみましょ。私、意外と年上の男性に好かれるんですよ。ちなみに、上流さんは私のことどう思いますか？ガキに興味はねえ。ん？ほんまに？そういう硬派な大人の人ほど私を気に入っちゃうんですよね。私、男の人っていかにかっこよく年を取るかやと思うんですよね。あ、そういえば上流さんっておいくつなんですか？51だ。ああ、思った通り。上流さんの年の取り方ってめっちゃ理想的やと思います。私、将来ハリウッド女優になりたいんです。だから渡米のために資金貯めてるんです。頑張ってお金稼ぐぞ。ならじゃんじゃん指名しねえとな。上流さん、話分かりすぎる。今日も思いっきり楽しみましょう。待ってますからね。いらっしゃいませ、うん、ああ、指名してくれてありがとう。私のこと気に入ってくれたん？お客様の上流さんに言うことじゃないんですけど、最近何かと忙しくって、自分が二人いればなって。俺もたまにそう思う。ね、そう思いますよね。なんかそういうロボットとか開発されたらいいのにな。次、どうします？お願いします。乾杯。私、マッサージ好きなんですよ。でも最近行けてなくって、めっちゃ肩こってる。俺も揉んでほしい。お互いボロボロですね。まあ
飲めばなんとかなるでしょう。飲みましょう。最近仕事忙しくって帰り道に考えちゃうんですよ。優しい旦那様が家で待っててくれたらなーって。美味しい手料理とともに最高。そんな旦那様がいたら私何があっても頑張れます。お仕事も趣味もいろいろやりたいんですけど、時間もお金もめっちゃかかるんですよね。なんか諦めんとあかんのかな。一旦休んで考えてみろ。客観的に自分を見るのが大事ってことですよね。ちょっと自分の気持ちに素直になってみようかな。この後お時間ありますか？もしよかったら一緒に出かけません？時間ならあるぜ。ありがとうございます。じゃあお店の前で待ち合わせしましょう。ほな、また後でね。お待たせしました。この時間来るんずっと楽しみにしてたんですよ。そいつは嬉しいな。それじゃ行くか。上流さん、お腹空いてません？きっとご飯まだですよね。そうだな。どこか入るか？それもいいですけど、せっかくやし手料理食べてくれませんか？そいつは楽しみだな。ほんまに？決まりですね。それじゃあ、あそこで材料買っていってもいい？今オムライス作ってるから。もう邪魔したらあかんやん。そんなんしたら料理作られへんやろ。もうちょっとでできるから待っててな。はい、できた。どう？上流さんのお口に合うかな。はい、上流さん。あー、どう？おいしい？あー、よかった。なあ、上流さん、このまんまうちに泊まっていかへん？